いつも通りの穏やかな海。ただあの日あの時だけは11年という歳月を超えてゆっくりと変わりゆく海沿いの風景をぶらり空旅。 春まだ浅い3月。静かな朝を迎える仙台市の沿岸部荒浜地区震災前は船着き場や海水浴場などがあり海と共に生きる人々がこの町に暮らしていましたあの日押し寄せた津波は一瞬にして町を飲み込み 壊し、波が引いた後に残ったものは人々が暮らしていた証しともいえる大量のがれきでしたそのがれきが撤去されてももうそこに住むことはできません震災以降となった荒浜小学校の校舎や住宅の基礎だけが わずかにかつての暮らしを語りかけるだけそれでも去年の3月荒浜地区に笑顔があふれました観光農園 JR フルーツパーク仙台荒浜が集団移転跡地にオープン。1年を通して、 果物の摘み取りが体験でできる施設です。今の季節はイチゴそのほかブドウやリンゴなど合わせて8種類の果物が季節を彩る傷ついた大地も生まれ変わりました 荒浜地区から低山堀沿いに南下した富士塚地区では複合施設アクアイグニス仙台が建設中温泉やレストランなどが出店4月21日グランドオープンですあの日から間もなく11年まだ爪痕が残る 早春の海辺。ただ春が来るたびに一歩ずつ前へ。